怖い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 怖岡村です。はい、すみません、岡村。はい。松田です。どうした？はい。川原です。はい。長谷川です。はい、そして。五子松ちゃんです。はい、そして。足立です。はい、そして。野茂英雄です。違う。野茂さんじゃないでしょ。井上康生です。いや、違うでしょ。懐かしい。英雄が野茂英雄です。野良熊です。いや、ちょっと何これ。はい、竹村さんです。いや、やらんでいい、それか。竹村さんはやらんでいい。なんで私は西村さんって聞いてくるの？あ、西村さんです。はい。はい、第48分でね。はいはいはい。俺の野茂英雄のボケを全部潰したの。そうですね。後でぶっ潰しておきます。やっぱ。喧嘩せんといてくれ。はい。喧嘩せんといて。ね、まあ、小屋入り2日目ということで、はい、芸人というもの、なんていうんですか、本番さながらの、リハーサルというものをしまして、はい、劇場入りまして、いろいろ美術も音響照明もつきましたけど、はい、まず出演者の皆さんいかがですか。じゃあまず、イダート高橋くん。あ、長野イダート高橋です。いやもうね、気持ちいい。はい、ありがとうございます。じゃあ次、足立です。私マイクを人生で初めてつけてるんですけど、緊張する。はい、じゃあ次、西村彩香さん。お腹がすく。はい、じゃあ次、岡村健介さん。よかったです。はい、じゃあ次、ちょっと一人飛ばして川原さん。楽しかったです。はい、じゃあ次、イダート高橋さん。もうね、気持ちいい。あんまりね、このサイズの舞台感でやることあんまりないですね。ね、まあ、客席も広いですけど、まあ、舞台も広いですし、それこそ言いましたけど、まあ、広いのでマイクをつけながらね、お芝居しているのもなかなかレアっちゃレアでございます。逆に前から見てたの2人は、はい、どうやった？感想を。明日お客さん解禁されますけど、正直に言って気持ち？気持ち？気持ちよかった。操られてるぞ。違うんですよ、ほんまに。でも気持ちよかったです、見てて。あ、なんかその重なる、なんていうんですか、歯車が合っていく感じが、はい、おしゃれなこと言うな。いや、これが松田です。やっぱ音声舞台入ると違う。違います。へぇ、なるほど。美術もね、はい、はい、よかった。よかったです。作業してくれてたからなんですね。いや、ありがとう。じゃあ、次、ハゼピョン。はい、まあ僕途中は抜けて。なんなんこれ。はい、なんその7の。この途中抜けて裏いたんですけど、ピアスつけて、めっちゃかっこいいんですよね、やっぱり。カメラで見ると、引きで見るとめっちゃかっこいいです。お疲れ様です。悔しい、マジ悔しい。出たかった。いい、ずっと言ってますね。いいよ、それね。いいよ、今から出る。よから出る。いいよ、今から、今からいいよって言って奪うとしたら、大熊さんの役しかないけど、大熊さんに。さて、何かトラブルが起きるかもしれない。明日はいよいよ本番ですからね。11時と16時ですけど、まだお席ありますが、しこたま、ぜひぜひ見ていただけたらなというふうに。まず1学年来てもらう。見てる感じね、前といつもね言うんですよ、前と奥で印象ちゃいますって。うんうん、今回広いから、物理的に50メートルぐらいだってあるんですよ。ありますね、先端からそこまで。そう考えると、それは見え方も違うなっていう、うん、で、割とね、まあ、今、まあ、前方からきっとお席が降りてますけど、はい、後方の楽しみ方も絶対あると思うので、うん、ぜひそれを見ていただけたらなというふうに思います。はい、カレー食べたいな。おお、もつ鍋も食べたい。こっちにおいでや。突然や。ちょっと今日の質問を。じゃあ今日の質問ですか。はい、ニアちゃん。はい、じゃあ今日は、ニアちゃんとね、ピョンとね、松田くんが歌いよ。今日の質問は、質問箱から一つ選ばせていただきました。はい、今日の質問、10年後どうなってたいですか。やば、考えさせるぞ。20周年目に。そう、どうなってたいか。一撃の話、自分でもいい。まあ、個人でも。まあ、じゃあ個人にしようよ、せっかくみんなおるから。じゃあ、どうする、送ってっていいの。はい、じゃあ川原君。僕はですね、10年後はやっぱりもう家族を持ってたいです。あ、10年後何歳ですか。10年後ね、この1月現在で言うなら、39歳。39。お父さんになって、お父さんになりたい。はい、やばいな。お父さんになりたい。その発言だけ抽出するとやばいですよね。じゃあ思いついた人。はい、はい、だって高橋くん何歳ですか。10年後36歳です。36歳。
計ごとでしっかり食べていけてると思います。と思いますね。じゃあ次、はい、全然ピリーはじゃん、はい、結婚したい、あ、お男みたいな、はい、結婚願望、結婚願望、まだ足から舐める、結婚したい、結婚したい、はい、私、あ、ブーちゃん、いい、私あの大病を患ったこともなければ入院歴もない上にインフルエンザかかっても8度3分やから40歳になってもあの一切通院できない女でいたいです。健康体、あ、まあ、歯医者とか行くけどね、歯医者ね、歯医者はありない、歯医者程度で治める、歯医者程度で治める女、献身的な、私今32やねんけど、42やろ、あのアンチエイジングしてたい、若々しくしていたい、それはしてください、若い42歳でいたい、美魔女な、うん、美魔女絶対なれる、何歳から美魔女分からんけど、でもその年の割に綺麗ねって言われ続けた、あ、うん、肌年齢測っていきましょう、うん、やばい、 PTV エラー出るからやめろよ、カハラ君にプレゼントもらったやつ全部エラー出たから、ピピ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 ピ、エラーはやばいな、他は、あとは、はい、はい、海外に行ってたい、行ってたいとか行ったことがありたい、あ、ないんや今まだないから、ちっちゃいじゃね、ちっちゃい、いやもうマジ韓国とかやったら 2,3 万ありゃ行って帰って、韓国ではない、アメリカとか、韓国チョロヨッパとか、ね、ボティファイナル、ちゃんとしっかり帰って、ヨーロッパから南米に行きたい、世界遺産ツアーめちゃめちゃ言われる、ヨーロッパやな、次は私も世界遺産ツアー行きたい、竹村さん、あ、松田、何歳、何歳、31歳、やめて、今の誰、松田31歳なんの、今の竹村さんの年、増えやがった、ため10年後に10年後で31ためにはならない、いやでもやっぱりピロティホールみたいな大きい劇場にいっぱい立ちたいです、かわいい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 、好感度ばっか、かわいいって、僕らもなんか別に慣れてることじゃないですよ、かわいい、そんななんか上から言ってるけど、いや違う、多分夢の内容がどうとかじゃなくて、松田くんがかわいいって話になったからかわいい、キュートや、推しが多い、かわいい、どうも甘やかしていきたい、にわちゃん、ちゃんにわは、ちゃんにわ10年後も運動がしっかり動けてたい、あ、体の30何後知らん、え、知らん、7か8、37か8、はぁ、37か8、すごいな、7、8、わかんない、全然見た目では分からへんね、絶対27か8、ヨガさんもちょっとよう言えへん、言えへん、言えるやつ、何が言える、おもらしをしない、ちょっと待って、ファスナーをちゃんと締めれるようになりたい、なりたい、今やってることだってさ、パーフェクトな人おる、だからおねっしょの話、いやおもらしもだって来るかもしれんやんか、あ、その年齢的に、そう、あ、そういうことか、はいはい、そして今後な、じゃだからそういうことをしたくない、自分に合った宗教を見つけたい、宗教を起こしたい、あ、起こしたい、喫茶店を作りたい、公演をプロデュースしたい、子供番組作りたい、ドラマ、なんていうんやろ、舞台的、舞台で作るドラマをやりたい、週1ぐらいの、あとは健康ランドで公演ができるようになりたい、あとなんやろ、いっぱいあるな、あとあります、ね、カレー食べ歩きもしたいし、今カレーの気持ちちょっと多いから柏木の夢で締めよう、あ、私私なんやろな、あきちゃんは何歳なの、33、柏木多分33でも今の顔やろ、永遠の中学生や、髪の長さだけで変わってない、うせえ、33何ができるかな、33になったら一人暮らししてたい、それは長ない、今年の夢と同じやつ持ってくるなよ、それしてんの、無理やで、無理やで、嘘、無理な、今年の目標と同じを持ってくる、人のこと笑ったけど私一人暮らししたの31歳から、あ、じゃあほら、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 アスカちゃんの声ずっと言ってる、ほら、カシャマジで大体同じ顔やろな、33、え、いや、わかんないっすよ、いやいや、めっちゃ老けるかも、いやいや、我々の10年後はそういう感じ、そういうことです、夢がいっぱいですね、いいな、何も好きにせよ、今の掛け声、あ、そういうこと、ファミリーが欲しいよ、明日の話しましょう、明日さん、明日11時と16時から当日券ね、当日券もありますから、しこたま、しこたま、起きてバンってこう当日券の塔ぐらいでもう掴みかかる勢いで、何でもいいから掴みかかる、多分今日あのこの後ぐらい、多分これが上がってる頃に上がってるんですけど、あの仕込みから全て出来上がるまでのよ、ちょっとネタバレ動画、はい、タイムラプス動画がアップロードされますので、これ見て
まあ、興味あったら来るでも全然構いませんので、ね、嬉しいですね。ぜひに、はい、ガムロップスな、はい、ね、最初めちゃくちゃ感動すると思う。いや本当最初、いや本当に、でも最後もたまらないですよ。なるほど、最後もかっこいい、最後たまらないですよ。あれたまらない。最後に本当にそれちょっとだけネタバレみたいになっちゃうので、はい、じゃあそれにぶつけるようにして、俺が家からピロティホールに来るまでのタイムラプスを上げる。やばい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 、家バレるし、なんでや、家バレるし。はい、じゃあそんな感じで本当にね、1日だけなのでお待ちしておりますので、はい、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。来てね、来てね。